皆さんこんにちは、シーローです。毎週恒例紹介名から週刊報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。シーローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メンス会員です。メンスやプライベートに関してもノートでたまに書いてますので、よかったらご覧ください。この動画では、紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、シーローの今後の投資について紹介していきます。まずはロイティファーマです。今週も下落。週間騰落率はマイナス 4.5% です。次の銘柄はアームドスパイファーマです。今週は下落。週間騰落率はマイナス 1.8% です。来週の株価展望を紹介します。ロイティファーマ1週連続の下落。新規ニュースはありませんでした。アウトスバイオファーマ2週連続の下落。新規ニュースがない中でモデルナのガイダンス下方修正に引っ張られて下落しました。個別株の推移を確認します。今週小型株は利先期待によって大幅上昇した1週間でした。紹介銘柄は先週と異なり下落の推移をしましたが、FOMC で大きく展望変化が発生すると思うので注目しています。週間騰落率 S&P500 プラス 4.02%、ナスダックプラス 5.95% でした。今週は利先期待で動いた1週間でした。CPI と PPI はフォアが予想を上回りしました。NVIDIA の新製品需要が強い旨の発言や、ウォールストリートジャーナルの 0.50% 利下げの可能性を示唆した記事で、相場は大幅上昇しました。最後にシーローの来週の投資チャンスは弱気を維持です。来週は小売売上高と FOMC に注目しています。随時配信で景況感変化などを発信していきますので、合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ノート、X も毎日そばについて更新してんでフォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。